って見せたいと、これまでで最高のトレーニングを積んできました。過去連敗から抜け出せないこともありました。交通事故にあって1年間試合が空いたこともありました。去年3月に復帰してもう一度チャンピオンを目指そうと、やっとチャンスが巡ってきた形です。自分と似たスタイルの加山に対して、あえて自分の方がスタイルを変えて挑みたいと話します。今夜ボクシング人生をかけて挑む29歳、日本ウェルター級7位小松真一リング上です。続きまして赤コーナーよりチャンピオン加山俊治選手の入場です。今年の6月、当時チャンピオンの中原誠に8ラウンド TKO 勝ち、タイトル初挑戦でベルトを獲得した加山俊治。あの試合は冷静に作戦通りに試合を進めたのが印象に残っております。今日の初防衛、一体どんな戦いを見せるのか注目です。出てきました。とにかく渡辺ジム久しぶりのチャンピオンで、周りが盛り上がっている分プレッシャーも大きいということですが、そのプレッシャーを跳ねのけたい加山です。24歳と遅い年齢で北海道から東京に出てきました。チャンピオンになったら東京に出てきた答えが見つかると思うと話していたんですが、まだ答えは見つかっておりません。日本チャンピオンになることがゴールじゃなかった、防衛を重ねること、さらに上に行くことに答えがあると言います。25歳と若くはありませんが、発展途上のこれからが楽しみなチャンピオン、日本ウェルター級チャンピオン加山俊治、リングにゆっくりと登ってきました。加山はチャンピオンになった後、地元帯広で9月に凱旋ノンタイトル試合で KO 勝ちをして、3ヶ月空けて今日を迎えております。タイトルマッチ10回戦を行います。赤コーナー147番の渡辺ジム所属、日本ウェルター級チャンピオン加山俊治。ガウンを脱いで褐色に焼いた体を表しました。大きな声援。12戦して11勝7 KO 1分け、負けはありません。集大成を見せたいチャレンジャー、ベテランの小松真一コールされました。ジャッジ鈴木雄司、同じく伊達秀夫、同じく赤和信、ジャッジは3人です。レフェリー浦谷信明、採点には加わりません。さあ両者を中央に呼びましたが、まだ小松の方は花束をゆっくりと受けて近づいてきました。チャンピオン、チャレンジャーともに中央では目を合わせませんでした。さあ日本ウェルター級タイトルマッチ、加山の初防衛戦、どうなりますか。リングがゴングが鳴りました。さあサウスポースタイルの青いトランクスのチャレンジャーの小松真一、お互いに似たタイプという気がします。身長もそれほど変わりません。加山の方が181センチ、小松は178センチ。ボディを狙っている感じの小松です。さあ加山は右ストレートを持っていきました。そうですね、大橋さんおっしゃったように、この加山の右ストレートはサウスポー気にしないですね。そうですね、左の右ストレートっていうのはね、はい、サウスポーにとって非常に嫌なパンチなんですよね。でその点このチャンピオンの加山君分かってますから、はい、いきなりの右ストレートをね、狙っていってますよね、はい。さあ小松は逆に右を持っていきました。右フックですね、はい、まあ、あのサウスポーとやるときにはですね、はい、いやその右フックと左ストレートですね、はい、このパンチはやはりそういうのを要注意しなきゃいけないですよね、はい。小松の得意パンチは左ストレートです。
大久保さん、はい、試合前のチャンピオンですがね、ええ、やはり初防衛ということでいつもよりちょっと緊張してるなということを渡辺会長、飯田トレーナーとも話してましたね。そうですか、ただ1ラウンド終われば大丈夫だろうと、こんな話でした。はい、動きはどうでしょうか。ちょっと硬いでしょうか。まあ硬さありますけども、はい、まあ、スピードの差がね、小松より上ですよ、うん、もうここまで見てわかりますか。わかります。早間、左を持っていきました。左ジャブ、この左ジャブを正確に当てて、そして右のパンチを叩き込んでいくという香山です。まあ、ですからその香山も右ね、はい、右ストレートを今打ったんですね、はい、あのパンチがその左服を返したりですね、あとフェント その打ち方ですね、はい、を重ねていくってことでしょうね。そうすればそのおのずからそのチャンスは生まれてくると思います。まあ、とにかく渡辺ジムは久しぶりのチャンピオンということで周りが非常に盛り上がっている。初挑戦の時よりもこの初防衛の方がプレッシャーがあるんじゃないかという話も出ていたほどです。まあ、そうですね、挑戦する時はその負けてもともとっていうのはね、はい、腹がありますけども、いわゆるそのチャンピオンになるとそれを追いつかなきゃいけないですから、プレッシャーかかりますよね、やはり、はい。まあ、よくチャンピオンになるより初防衛する方が難しいってボクシングだね、そういう言葉ありますからね。はい、真のチャンピオンになるためには初防衛を乗り越えなくてはいけないという話もあります。さあ、香山左をうまく当てています。しかし香山君、このいきなり最初ミニストレート打ってたんですけれども、はい、今度この左ジャブにね、はい、切り替えてるんですね、リードパンチを。この左パンチが非常によくね、はい、当たってるんで、はい、このいいペースだと思いますね。はい、まあ、小松としては香山がどうも似たタイプなんで、自分はこう中に入ってボディを打っていくようにしたいという作戦も話していましたが、ボディは狙ってるんですがね。いや、あの、いや、その香山のこのミニストレートね、警戒してますから。なるほど、なるほど、入っていけませんか。入っていけないですよね。あ、まあ、それにしてもね、はい、小松、今までのボクシング見た中ではその積極的にその攻撃してますよね。なるほど、手数も多いです。はい、チャレンジャーの小松もいつもよりは手数が多いという話ですが、第1ラウンドは比較的静かに勝ち上がりました。日本ウェルター級チャンピオンの香山俊治、今日が初防衛戦です。今年の6月にチャンピオンになりました。その後9月に地元の北海道で凱旋ノンタイトルの試合をしましたが、これは第1ラウンドいきなりの右ですか。右ですね、はい、ただその踏み込み浅いですね、うん、でどうしてもその刺すことをやるとき、はい、どうしてもその身長が大きくてその懐が深いですからね、はい、よほどその踏み込み良くなかったらいわゆるそのまともにパンチ当たらないですよね、うん、サウスポー相手ですとどうしても遠くなりますから、なかなか右もというと、まあ、距離感が難しいですよね、はい、さあ小松はまたボディを狙っている感じはありますが、なかなか中には入っていけません。さあ香山も相手をしっかり見ているという感じです。さあ右を持っていきました。相打ちですね。はい、右から左、まあ、第1ラウンド動いたら少し動きも柔らかくなるだろうと言っていましたが、どうでしょうか。第1ラウンドはやはり少し硬さも見られたチャンピオンの香山です。右を打っていったら、まあ、はい、小松のね、左ラッパーボディに打ってますけどね、はい、いや、香山もこのサースポーやはりそのやりづらいと思いますよ、ちょっとそのタイミングですね、合わないですよ、はい、さあ一方の小松はやはりこうボディを狙っているという感じですね、まあ、そうですね、左ストレート打ったり、はい、左フックボディに打ったりしてますからね、はい、まあ、そのいい持ち味、そのミニフックですね、はい、下からその上に返すね、はい、この右のフックも見たいですよね、はい、さあ香山は右ストレート、この右ストレートで、あ、今度は左だ。さあ左フック、香山です。こう見てますとその香山のその左ね、はい、左ガードが甘いの、はい、ちょっと気になりますよね。香山が左ガードが甘いですか。ちょっと甘いですからね。ははは、小松のその左ストレートか右フックね、うん、タイミングよく決まればですね、うん、倒される場面も出てきますから、はい、左ガード持ってしっかりしないといけないですよね、はい、大橋さん、はい、香山はこの2ラウンドに入って少し動き良くなってきました。そうですね、ちょっとこのプレッシャーかかってるというか、うん、ちょっとこの攻め込まれてるっていう感じじゃないですかね。そうですね、さあ、おっと、小松は相手のパンチをかわして、はい、左を持っていきました。右をサイドステップして左のカウンターですね、はい、サウスポーはこのパンチが怖いですね。そうですね、今度はボディです、小松。ちょっとこの挑戦者の前半のこのボディ攻撃ですね、はい、あれから少しちょっとチャンピオンがちょっと受け身になってますね。そうですね、2ラウンドの最初にボディをもらいましたチャンピオンの香山です。この後ちょっと受け身という感じもありますが、この右ストレートは強烈、また右ストレートを持っていった。逆にチャンピオンがいいカウンター打ってきましたね、だんだん、はい、
さあ右から左と持っていく、そして右の左のボディです。チャレンジャーの小松です。やはりこのスピードが違いますから、ええ、チャンピオンもう少しこのスピードを生かしてね、ええ、この足を使ったボクシングすればもっと楽に戦えるんじゃないですかね。もうちょっと足を使いたいところ、またボディを打っていきます。チャレンジャーの小松です。小松としてもある程度作戦通りという感じなのかもしれません。おっと右、あ、パンチのスピードはこう見てても違いますね、やはりね。第2ラウンドが終了しました。日本ウェルター級7位の高崎ジムの小松真一、日本タイトル挑戦は3度目ですが、これまでの2度は、ジュニアウェルターでのタイトル挑戦でした。チャンピオンの桑田博史に挑んで2度とも判定負けです。階級を上げての3度目の挑戦ということですが、年齢も29歳、これがラストチャンスだと思っていると話していました。試合は第3ラウンドです。まあ、今のところね、はい、採点は別としてですね、まあ、あの小松がですね、挑戦者らしくですね、いやその自分から仕掛けていき、また打ってきてもその力さずその打ち返すのはボクシングで、はい、積極さが、見られますね。そうですね、はい、やはりこの挑戦者もスピードで負けられるっていうのはね、本人が分かってるみたいで、はい、この本当積極的にね、はい、このボディーから攻めてますね、はい、さあ小松がボディーを打ったところ香山が右を入れていきました。その後ちょっと下に水があるんでしょうか、滑った感じになりましたが、チャンピオンの香山です。香山を相手をしっかりと睨んで、睨みつけ、おっと少し左が飛んでくる。このチャンピオン動いた方がいいですね、はい、少しベタつき気味ですからね、止まってますね。どうしたんでしょうか、先ほどまでは少しだけ足を使っていましたが、このラウンドは完全に止まった感じです。香山も右一本じゃちょっと苦しいですからね、はい、まあ、打つのも早くしてですね、いやその左フックですね、返さなきゃいけないと、左フックやはりその右ストレートですね、はい、こういったそのパターンの その攻撃していかなきゃいけないでしょうね、ワンパターンですよね、はい、ちょっとチャンピオンカウンターを狙いすぎちゃってるんですね。なるほど、もう少しね楽にこの左のジャブから楽に組み立て直すとか、はい、いいと思いますね。奥間さん、青コーナーですので、やはりイメージとしてはですね、香山が出してきた右を避けて、そしてカウンターということなんだそうですけれども、とにかく向こうに先にパンチを出させて、そしてかいくぐってのパンチと、あとはガードを下げるなという指示飛んでますね、はい、奥間さん、はい、チャンピオンサイドですよね、動き自体はまずまずだと、ただやはりサウスポーということで多少やりにくさはあるなと、相手に合わせないようにしてほしいと、こんなコメントでしたね。相手に合わせないようにということですが、どうもペースが少し小松ペースかなという感じもしないではありませんが、第3ラウンド香山はリズムに、おっとっとっと、これはフリップですね、はい、フリップですね、はい、足が絡み合ってね、はい、フリップですね、はい、さあこの辺りもまだちょっと硬いのかもしれません、チャンピオンの香山です。この第3ラウンドは少し足の動きが止まりました。もっと足を使いたいという指摘もありました。この左ジャブがね、はい、全部当たってこの入ってこれないですから、この左ジャブをねもっといっぱいね打っていけば楽にペースは取れるんですけどね、はい、まあ、今年6月のあの中原に挑戦した時も左ジャブいい感じで入ってましたもんね。その後右のストレート、そして右のアッパーも見せた香山ですが、今日はサウスポー相手ということでなかなかアッパーという感じにはならないのかもしれません。この挑戦者もこの上に打っておいてこのボディ攻撃とかこのベテランらしい攻撃をね、このベテランらしいところ見せてますね、はい、まあ、小松がよく読んでね、はい、攻撃してますよ。このボディ攻撃は今回一番練習してきたという小松です。ブロックしてますね、はい、ワンツーと香山は打っていきました。どうでしょう、チャレンジャーの方が少しペースを握っているかのようにも見えますが、第3ラウンドが終了しました。序盤は作戦通りという感じなんでしょうか、チャレンジャーの小松真一です。インに入ってボディ打ちの練習をかなりしてきました。これ反対ですよね、はい、相手の右を外してですね、はい、左のカウンターですよね、はいはい、で香山はその打った後ですねガードが下がるわけですよ、これパンチャーの選手は危ないですよ、もう少しその打った後ガードしっかりしないとですね、はい、小松はあまりそのパンチ力はないですからね、はい、KO 率は4割5分ですね、はい、一方の香山は KO 率6割4分誇っています。さあ香山の左です。この第4ラウンドはちょっと足を使っています。香山です、回るような形でステップを踏みながら、しかしここは止まっている。まあ左だね、香山左出しながらその右ストレートを、はい、
もうワンパターンですから、はい、いわゆるその攻撃面でちょっと切り替えていかなきゃいけないですね。それはどういうふうに、はい、どういうふうにその切り替えていくかということですね。例えばその相手がですね、いわゆるジャブ出したらこっちもジャブ出して、ストレート打てばこっちもストレート打つ、ボテ打つならボテも打つようにね、切り替えていかなきゃいけないですよね、はい、そして自分のペースに引きずり込まないと苦しいですね、うん。まあ、小松はこうボディを打っていますが、加山の方はボディがなかなか見られませんね、まあ、一発も打ってないですよね、はい、もうこれだけですからね、はい、ワンパターンですよ、相手に読まれちゃいますから、うん。まあ、トレーナーに話を聞きますと、構えもアップライトですし、なかなかボディは打ちにくいんですよとは話してました。まあ、まだまだこれからこう伸ばしていかなくてはいけないところではあるという話。そういった意味でもまだまだ伸びしろのある、これからどんどん伸びていくチャンピオン、ここで負けられませんが、まあ、どんな相手でも一つその自分の型をね、はい、きちんとその身につけなきゃいけないですよね、はい。まあ、でも大橋さん、はい、あの6月のですね、中原に挑戦した時の加山とちょっと違うような気がするんですがね。まあ、そうですね、相手のタイプも違いますしね、はい、まあ、その辺の、ね、タイプのやりにくさが出てると思うんですけども、やっぱりやりにくさ、はい。まあ、そして最初に指摘がありましたが、初挑戦よりも初防衛の方がどうも硬くなると言いますか、気合が気持ちが入りすぎるという部分もあるんでしょうか。ちょっとね、このチャンピオンとしてこの守ろうとする意識がね、少し後手後手に回ってる気がするんでね、もう少し自分から先手でね、はい、攻めていけばスピードは違うんですから、はい、カイマスのパンチが当たりますから、はい、自分から攻めていきたいですね、はい。出せば当たるような感じですが、小松の左ストレート、そしてボディへの攻撃が先に決まっています。さあ右ストレートです。これはブロックしてますね、はい。まあ、小松よくね、見てますよね、はい、相手の攻撃、それだけその加山の攻撃はワンパターンだということですよね、うん。もうちょっといろいろな角度から攻めていきたい加山、ですけどね、はい。まあ、トレーナーの飯田さんに聞きましても、まあ、攻撃の種類も少ないし、今はパンチの種類、パンチの角度をいろいろと覚えている最中という話なんですが、うん。まあ、早速ちょっと研究がね、はい、足りないことは確かですよね。なるほど、はい。第4ラウンドももう時間がありません。今度は左です、加山。左引きですね、はい、はい。最後は左引き、いいパンチが入りました。チャンピオンの加山です。第4ラウンドが終了です。チャンピオンの加山俊治です。ラウンド間もしっかりとセコンドの言うことを聞いています。このあたりまだ冷静落ち着いているという感じ。前回チャンピオンになった時も作戦通り冷静に試合を進めた加山です。目つきが変わりました。第5ラウンド中盤です。まあ、ちょっとね、落ちすぎているところちょっと不安ですよね。なるほど、ですからもう少しその投手を向き出しにしてですね、はい、まあ、パンチもらうのはねもらってもいいですけど、もうその強引に攻めていくボクシングですね、ちょっと見たいですよね、はい。もうちょっと強引にいってもいいんじゃないか、こうパンチを出していけば当たるような気もするんですが、なんか先にこうパンチをもらってしまう形です。どうしてもですね、チャンピオンはこの打った後にガードが下がり気味なんですね、はい、左も右も、はい、でその打った後に小松君パンチ返してますんで、はい、その点からこの出しに行くんじゃないでしょうかね、うん。さあ加山の右ストレート、はい、この左、さあこのラウンドちょっと顔つきが違うか、攻めていこうという気持ちが見られます。チャンピオンの加山右アッパー初めて見せました。そして左、チャンスが見ないでね、はい、どんどんその上下に打ち上げるようなねボクシングした方がですね、はい、倒すチャンス出てくると思います。右ストレートを持っていきましたが、かすった感じです。チャンピオン小松は右大振り、これは勝ちました。まあ、こういうね攻め方されると、はい、小松にもかなり焦りが出てきますからね、この第5ラウンドでちょっとチャンピオン加山俊治の攻めが変わってきた感じ見えます。小松の左を外しての右のカウンターですね、はい、また右、はい、相手の逆手を取ったんですね、はい、攻撃は小松が狙ってるパンチを逆にやりますね、はい、今ね、そうですね、まあ、先ほどのラウンド間トレーナーの言うことをしっかり聞いていました。そのあたりが出ているのかもしれません。このちょっと今の攻撃でチャンピオンがちょっと余裕を持った感じしますね。あ、そうですか、動きにも余裕が出てきたか、チャンピオンの加山です。小松はボディです。第4ラウンドまではどうもチャレンジャーの小松のペースのようには見えましたが、
第5ラウンド少し強引ではありますが香山が攻めていきました。さあまた右を持っていきました。まあ、手数ね、はい、手数多く出してきたんですよね、はい。さあ右の相打ちになりましたがチャンピオンの香山の方が打ち勝っているか。また右ストレート、まあよく言えばあれから、はい、左ストレート、はい、左フック大きいですね香山、はい、ストレートから左フック大きいですね、はい、ちょっと打った後にねガードが上がるんでね、そこを狙われてますよね、せっかくいいパンチ当ててたんで、はい、ちょっともったいないですね。そうですね、このガードが下がるのは前からですかね、中原線はもうちょっとこう上げたような気がするんですが、しっかりガード上げてたんですけどね、はい、さあ小松の左に合わせて右を持っていく香山です。さあまた右ストレート、さあそして左を持っていきますが軽く軽く左を当てる。小松も前に出てくる、左スクワックスを切りました。しかしボディにはパンチが入っています。小松少し余裕できたかな、チャンピオンの香山、はいはい、このラウンド少し動き表情が変わってきたように見えます。中盤から乗っていけますかチャンピオンの香山俊治。初防衛戦のチャンピオンの香山、ベテランの小松に圧倒して勝ちたい、そうすれば自分のチャンピオンとしての評価も上がるんじゃないかと話していました。先ほどの第5ラウンドから攻撃が変わってきた感じです。少し目つきも変わってきたですね、燃えてきたんじゃないですか、うん、このままじゃいけないということで中盤の第5ラウンドから少し攻撃が変わりましたが、この第6ラウンドその攻撃を続けることができるのか。足はしっかり動いている、左を入れていきます香山です。大久保さん、はい、ここまでのチャンピオンですがね、ラウンドが終わるとちょっとこう首をひねるような仕草が目立っていたんですけども、先ほど5ラウンド終わった時はね、何かこう確認するようなうんうんという表情でね、はい、動いてきましたね、はい、セコンドからとにかく自信を持っていけと、こんな指示が出てますね、自信を持ってですか。さあしかしこの第6ラウンド序盤は小松の連打を少し受けてしまいました。このラウンドは足を使って避けていこうということなんでしょうか。少し手が出ません香山です。もう右のカウンターをね、はい、右のカウンターを狙ってるんですね。あ、なるほど。ただこう狙いすぎるとという部分はあるかと思うんですが、そうですね、この小松くんの左ストレートを打ってくるのを待ってるんじゃないですかね。なるほど、左に合わせて右をと。そうですね、サイドステップして右ストレートのカウンターですね、はい、しかし小松は左フックを持ってきました。さあ左軽く入れます。香山です。あ、本当ですね、このパンチを狙ってますね、うん、しかし狙いすぎますとね、どうしても受け身受け身になっちゃうんで、この狙ってる時も左ジャブをね、はい、出しておきたいですね、はい、左ジャブをしっかり出しながら狙っていきたい香山。まあ、香山もね動きが良くなっちゃうんですよね、はい、うん、4ラウンドまではちょっと大丈夫かなという感じの動きでしたかね、うん、5ラウンドあたりから変わってきました。試合は第6ラウンドに入っています。挑戦者の小松君に、はい、このサウスポー独特のこの右服がね、あんまり打ってこないんですよね、はい、そうですね、サウスポーの右服というのは、はい、この独特のこの見えない角度から来るんで、うん、これを有効に使えばもしで当たるんですけども、はい、ほとんど右服打てないですね。そうですね、ジャブのような形でこう伸ばすだけですが、うん、香山君ちょっとね左が下がり気味なんで、はい、この右服が当たると思うんですけども、なるほど、右服をうまく当てられるか。まあ、得意のパンチを聞きましたら本人は左ストレートですという答えは返ってきましたが、右フックはどうでしょうか。香山また右、まあ、両選手に言えることですよね、まあ、右打ては左返す、はい、まあ、小松はサウスポーですから左と右を返すようなね、攻撃の工夫が欲しいですよね。お互いにもうちょっとこう工夫が欲しいところという感じ。ただ左はよく出てますね香山ね、まあ、そうですね、まあ、あれかその右からこれからその左欲しいですよね、はい、さあボディを打っていく小松です。序盤はこのボディで少しリズムをつかんだ感じの小松です。中に入ってインファイトでボディを狙っていきたいと話していました小松ですが、中盤あたりから少しボディ打ちが減りました。左ストレートを持っていった小松です。こちらチャンピオンの香山、中盤あたりから少し余裕が出てきた感じということですが、第6ラウンドが終了です。場内は香山コール、そして小松コールが起こっております。試合も中盤を過ぎてきました。これから第7ラウンドです。チャレンジャーの小松です。
中盤あたりから少し加山にペースを握られ始めました。小松のパンチが当たらなくなってきたんですよね、はい、それだけその加山の動きも良くなっちゃうってことでしょうね。しかし応答右からまた持っていった加山です。やはりあの右が非常に有効ですね、また右、先ほどのラウンドは小松が左を出してくるのを待って右でしたが、今度は自分からいきます。右ストレート、左を出しながらそして右を出していく。さあ右左とパンチを持っていく。小松のパンチは左が立った。チャンピオンの、ね、右のカウンターもかなり挑戦者にも読まれていると思うので、今度はそのパンチを右アッパーを持っていけば面白いと思いますね。まあ、5ラウンドでしたかね、1回右アッパー見せたんですが、それ以外はちょっと記憶に残っておりませんが、さあ右、今は思いっきり打っていった加山です。大島さん、はい、赤コーナー飯田トレーナーからはね、このラウンドちょっと打ってみると前に出ていけと、そんな指示が出てますね。なるほど、その指示通りこう打って前に出ていく加山です。大熊さん、はい、青コーナーなんですが、こちらはですね、自分のボクシングを逆にチャンピオンにされてしまっていると、いうような話がありましたね、ですからちょっと誘ってみろというようなことも飛んでましたね。誘ってみろですか、出て行けと誘ってみろ、どういう展開になるのか、この第7ラウンド。まずは右を軽々で左ストレート。さあ一方の加山は右を打ちますが空を切りました。そして小松は右フックを見せました、まあ、小松のパンチ軽いパンチですけどね、はい、まあ、加山としてはその軽いパンチでもやはりその打たせちゃいけないですよね。そうですね、さあ左ストレート、ちょっと後ろに下がる、右をもらった。パンチ自体は軽くてダメージがないんですけども、あのどんどん調子乗ってきちゃいますからね。そうですよね、軽いパンチも打たせちゃいけませんよね、はい、せっかく第5ラウンド中盤あたりからチャンピオンの加山がペースを持っていこうかというところですが、また第7ラウンド展開が変わってきますか。さあ加山は見てしまっています。今見てね、手が離した、なってきたんですよね、はい、まあ、セコンドからはちょっと攻めていけ、出ていけという指示ですが、あっと左をもらった。ちょっとカウンター気味の左もらいましたね、はい、逆に右です。加山右ストレートを伸ばしていきました。ただこの右ストレートも少しずつ読まれ始めている加山です。第7ラウンド30秒を切ります。またただですね、まあ、あの小松がそのパンチ力ないということで、ね、加山もかなり引かれてますよね。そういう部分があるかもしれませんね、それとガードがちょっと甘すぎますよね。はい、タイトルを取った時はしっかりとガードをしていた。清松の左、小松の左です。飛び込み側に持っていった。高山右、この右ストレートと左ストレートの打ち合いという感じにもなってきましたが、この回挑戦者いいですね。あ、いいですね、ボディからそして上へとパンチを返していくチャレンジャーの小松、ちょっと手こずっているチャンピオンの加山です。第7ラウンド終了です。序盤は初防衛の緊張感を感じました。しかし中盤あたりからいい感じになってきたかと思ったんですが、先ほど小松のいい攻撃受けてしまいました。チャンピオンの加山ローガードで受けてますからね、危ないですよパンチラウンドですから。やはり先ほどのラウンド、この前半はね、自分からこのね積極的に打っていって、このいいタイミングかなと思ったんですけどね、後半少し手出なくなっちゃいましたね。そうですね、原因が何なのか、やはりね軽いパンチを打たして、相手にね挑戦者に調子に乗られたっていうところはね、追い込まれた原因ですよね。なるほど。さあ放送席の採点ではありますが、ここまで大橋さん、沼津さんともほぼ互角という点数をつけています。第8ラウンド残すラウンドはこのラウンドを含めて3つになりました。お互いにはっきりとポイントを取っていきたいところではあります。さあ加山は左、両選手とも言えることなんですけども、はい、当たっても両方とも単発なんですよね、少しねまとめるパンチがお互い欲しいですね。そうですね、決定的なポイントを取るようなね、はい、そういう攻撃ですね。あ、右ね、はい、ね、切りましたね、はい、小松目が切れた、目の上が切れました。さあ加山は一気にいくか、しかし小松の手を返す、左を空を切った、加山は右。さあ打ち合いになりました。第8ラウンドとレフェリーが声を止めます。かなりの失敵ね、はい、失敵がひどくなっちゃうしね、はい、パンチ、今肘ですか、パンチですか、パンチじゃないですか、パンチだと思いますね、パンチですね、パンチで切れたという判断です、はい、
ただ急に本当に失脚がバッと出てきましたから。そうなんですね、これもパンチですよ。はい、加山の右が当たって、加山君の右パンチはね、この切れ味ありますからね、はい、さあこの大丈夫ですね、大丈夫のようですね、やらせみたいですね、とりあえず大丈夫です、はい、さあ小松としてはこれ以上ひどくなると止められてしまいます。打ち合いでね、チャンピオンが打ち合ってるんですけども、はい、チャンピオンこのノーハイマンになるんでね、ちょっと怖いですね、怖いですね、左ストレートが飛んできます。さあ加山はしっかりと相手を見て攻めていきたいところではあります。第8ラウンド、加山の右ストレートで小松の左の目尻の当たりが切れました。かなりの失格、左加山の左つく、今度は右狙っています。加山、まあ、この辺ね、打ち合うとどうしてもその小松飛んですよ、パンチ力違いますからね。そうですね、はい、しかしもう小松は出ていくしかないという感じでどんどん前に出ていく。左を伸ばす、加山右、小松はボディ、加山右です。小松もすごい執念を見せますね、やはり、はい、あもう一回ですか、あっとやらせろやらせろとレフェリーに言っているが、もう一度ドクターに見せます。出血がかなりひどい。大久保さん、はい、先ほどでもう火までさせてまして、ちょっと危ないなという話でしたね。そうですか、出血が多いですよね。完治で切れたということですから、このまま終わってしまうと加山の勝利ということになってしまいますが、続行ですね、続行ですね、はい、さあ第8ラウンド、どのぐらい時間が残っているのか。さあ前に出ていく小松、29歳、これが最後のチャンス。小松のすごい競争でものすごい攻撃ですね、手を出す手を出す、ボクシング人生をかけているこの一戦です、チャレンジャーの小松。いや、それしか執念ですよね、はい、今までの小松のボクシングから考えられないですよね、はい、本当に逆にチャンピオンはね、はい、冷静にカウンターを打ちたいですよね。そうですね、はい、冷静にさばきたいところではあります。さあちょっと出血がひどいですね。小松の方も少し息づかれたのかもしれません。どんどん前に出ていきましたが、ここで手が止まりました。しかし左、さあ加山は右ストレート、肘の上を打つような感じ、右ストレートを持っていきました。この辺はね、はい、あの加山休んじゃいけないですよね、チャンスですから、はい、右加山が当てましたが、この出血がどうなるのか、小松心配ではあります。第8ラウンド終了です。先ほどの第8ラウンド、加山の強烈な右ストレートが小松の左の目尻を切ってしまいました。このパンチでしょうかね、この後のパンチも捉えました。血が大量に流れてきた小松、第8ラウンドは2回ドクターがいました。試合続行になりました。そしてこのラウンド間も見たんですが、試合続行ということです。このあたりはこう加山の気持ちを、まだやらせてやりたいという気持ちを。さあ加山右です。大熊さん、はい、しかしね、もうあと少しでも深くなったらすぐ止めるということでしたね。そうですか、ピッティングですから、もし試合が止まってしまえばチャンピオン加山の初防衛勝利ということになります。大熊さん、はい、赤コーナーもちろんゴーサインですね、飯田トレーナーがいけいけとケツをお尻を叩いてましたね、はい、加山としてはチャンスです。冷静にさばいていいパンチを入れたいところ。おそらくね、この挑戦者はこの血が目に入って、はい、もう右のパンチは見えないんじゃないですかね。加山の得意の右が見えない、これは致命傷かもしれない右のフックです。加山、ね、かなり出血ひどいですね、はい、加山がチャンピオンになりました。この前のタイトルマッチも、あの元チャンピオンの中原が目尻を切ってという試合展開でした。さあ加山が行く、さあ加山連打だ、しかし小松に返す、はい、強い執念、いい感じがしてますよ。すごいですね、こいこいと言っている、小松はこいこいと言っている。ドレフェリーが止めた、どうでしょう。ドクターは4回目のチェックということになります。あ、セコンドが呼ばれました。トップですね、はい、小松はやらせてくれと言っていますが、ちょっと失格がひどいように思います。もうドクターは首ってますからね、はい、まあ、この出血ではね、ちょっと取ったらしょうがないですよね、はい、小松の気持ちはあっとがっくりです。この瞬
間に早田初防衛ということになりました。しかし小松の気持ち、執念感じました。ちょっと悔しい結末ではありましたが、早田の強烈な右のパンチが小松の目尻を切りました。その結果第9ラウンドにストップということで、チャンピオン加山初防衛を達成です。さあ今初防衛を成功しました。加山には認定証が渡されようというところ、一方の小松は悔しくて悔しくてという表情です。まあね、はい、小松としてはですね、まあ、非常にその残念なんですけども、まあ、彼の持っている力は出し切ったと思いますよ、うん、まあ、よく前提したと思います。今までの小松とは全く違ったね、全く別人ですよね。見せ場をね作りましたね。負けてしまいましたけど、本当に、ね、いい執念を見せてもらいました、はい、そうですね。正式 TKO タイムは9ラウンド1分20秒ということです。日本加山の表情はこの表情です。初防衛を達成しましたが、序盤はどうもペースに乗れませんでした。中盤ちょっとペースを引き込んだかに見えましたが、その後もなかなかねうまくいきませんでしたね、ここまでの採点も手元に来ましたが、ここまでの採点でも78対75と3者とも加山というところだったんですが、第9ラウンド TKO 初防衛達成の加山です。さあそれでは初防衛を達成しました加山の声を聞きましょう。それではチャンピオン加山選手の声聞きたいと思います。初防衛いかがでした？嬉しいですけどちょっとやっちゃいましたね。すいません、こんな試合で申し訳ないです。内容的にはかなり不安の残る防衛戦でした。そうですね、研究したはずなんですけど、緊張してたのか体が全然動かない、パンチも連打も出ないっていうことで、どうやって攻めていこうかって考えながら考えながらで、まだまだ練習ですね。それにしてもチャレンジャーのファイティングスピリットもね、なかなかのものでしたけどもね。そうですね、ベテランの選手で上手いのが分かってたんで、俺がボクシング始める前からもうずっとねランキングボクサーでやってた選手で、思った通り上手くてやっぱりね強くて苦戦しました。タイトルは取ることよりも初防衛することの方が難しいなんてことも言われてますけども、その関門、第一の関門初防衛乗り越えました。来年に向けて抱負といいますか目標。すいません、3月か4月ぐらいに次はチャンピオンカーニバルで一位の選手でやるんでね、その時はもうきっちりいっぱい練習してね、みんなの力を借りていい試合したいと思います。それで、ね、いい試合すれば小松君にも、ね、分かってもらえるかと思います。すいません、まだ頑張ります。改めて後楽園ホールの皆さんにメッセージをお願いします。チャンピオンから。はい、初防衛でこんなに人の多い、ね、ところで試合させてもらって大変嬉しく思ってます。今日はちょっとあんまりみんなが喜んでもらえる試合じゃなかったと思いますけど、次はもうきっちりひっくり返して勝ちますんで、まだまだね、まだまだなんで、キャリア積みながら強くなっていきます。すいません、また頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。初防衛に成功、チャンピオン加山選手でした。加山の口からはこうどうも反省の面というか、